じゃんこーん。はいはい。なぜか並んで座ることが多くなってきたね、君たち。面白いね。はいはいはい。ここに置いて。もうちょっとね、近づいてぴったり並んでくれると取りやすいんだけど。ポンちゃんがイヤンって言ったよ。はい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 。ポンちゃんイヤンって。ポンちゃん。こっちの方がいいかな。その辺散らかっているところにどんどん近寄っていくところがね。あ、うん、仲良く仲良し。ワンちゃんはダン君が大好きです。ワンちゃん。スリスリスリしているよ。スリスリしています。可愛いです。ワンちゃんがシュリシュリしてるところ撮ってね。はい、昨日のライブで、来てくれていた友人がこんなのくれました。いつもこれ いつもなんかいろいろいただけて申し訳ないです。これ高級なやつやんけ。チョコ立派なやつだ。わあ、どうしよう。これはね、ランベリー。あ、なんかあのナッツが入ってるって言ってたから。これもチョコ。うん、ナッツと、うん、あとあのフルーツが多分一緒になってる。体にいいやつ。開けていいの？どうぞ。よっ、お、上手に開けられなかったかも。そうか、チョコとナッツを一緒に食べると何かにいいやつ。血圧だったかな。そうなの？あれかな、脳の老化にいいんだけど。よいしょ。あ、ポンちゃん、ポンちゃんも食べる？なんか好きそうな感じ。私も黒犬も大好き。ちょっと小腹空いた時はこれ食べるよ。うん、なんか健康に気を使っていただいちゃって、なんか申し訳ない。ありがとうございます。そして、そして高級やないけ。どうすんのこれ。すごいね。もらいましたがな。箱がゴディバだなと思ってたんだけど、でも、まさか中身もゴディバだとは思いませんでした。ああ、どうもありがとう。そうさまで、うちにはとってもこれに見合う歌だったんでしょうか。昨日はね、ちょっとね、自分では自己採点80点つけちゃいましたけどね。これでも絶対うち自分では買えないものだもんね、うん、はい、そのようなことがありました。今日はこれからフォークソング同好会です。漢字を開けますよ。かわいいね、ポンちゃん。はい、じゃあ、はい、開けてみましょう。あれ、これってこうか、こうやって、うん、持ってもいいのか。はい、なんかじゃーん、じゃーん。あれ、まだでした。あ、すごいね、パックしてある。してある、パックしてある。これ何？こんなのが入ってる。あっ、ごめん。ポンちゃんに逃げられました。かわいい、ポンちゃん。あ、おいで、おいちゃん。おいで、おかえり。ポンちゃんは君の食べ物ではございません。あ、ポンちゃんには食べられませんが、でもポンちゃんは人の食べ物食べようとしないお利口さんだからね。なぜかジャン君は最近ちょっと人間の食べ物に興味があります。ジャン君食べないでね。ポンちゃんのおしっぽ。よいしょ。あら、いっぱい。やった。あ、かわいい。ライオン。これは俺ね。ライオン。これは鳥さん。これは鳥さんかな。スズメ、ヒヨコかな。かな。こっち。あ、ペンギンさんかも。ほら、あ、ちょっとペンギンさんっぽいかも。獅子座だからこれこれで、うん、ペンギン座だからマオイさんこれね。私ペンギン座なの。ペンギン座は可愛いけどね。カニ座です、はい、どうもありがとう。かなり高級なものをいただいてしまいました、ね、ありがとうございます。そして、あ、これこれこれってなってるよ。後で食べましょう。こちらは今度は面白グッズです。ちょっと片手じゃ取れなかった。これはね、
ジュン君とポンちゃんが遊んでくれるかもしれないっていうことで買ってくれました。これカエルさん、これね、なぜかクロケン大好きなんだよね。うちもなんか前の多分ジュン君とポンちゃんは遊んだことないね、うん、ね。ちょっと開けてみよう。あ、開ける？開けただけの？この池に入ってるようになってるけど、こうやって、あ、ポンちゃん、開けちゃうと池が切れちゃうけど。ケロちゃん、ケロちゃん。はい。あ、ポンちゃん。ポンちゃんは遊んでくれるかも。だかな。はい。これは昔からある。ね、懐かしい。懐かしい、こいつです、こいつです。さあ、どうでしょう。うん、見てます。ほいほい、ポンちゃん、ポンちゃんさ、ちょっと後で目安に取ろうね。美人さんになるね。怖がらないね。怖がったりはしないね。ポンちゃんはほら、肝座ってますから。あ、空気抜けた。え、もうふいふいふい、ちょっと、あ、ちょっと手が出そうです。どう、ポンちゃん、お、手が出そう。お、こっちを見るね。でもちょっと、あ、やったー、取られた。あ、頑張れ頑張れ頑張れ。かわいいポンちゃん。カエル、逃げろ逃げろ逃げろ。はい、必死に逃げるカエルでした。かわいいね、カエルさん。ありがとう、ありがとう。あと、こっちもだよ。こっちは私宛てです、うん、ガチャガチャ。はい、だんだんガチャガチャ熱が出てきていますよ、うちも。よしよし、このガチャガチャは始め、お、開かない。お、お、組み立て式なんだ。あ、鉢って言ってたけど、でかいんだね。お、すごい。これはちょっと面白いね。うん、それは多分オオスズメバチ。うん、お、ヘラクレスオオトカゲ。窓のとこにつけといたらさ、アシナガバチ来なくなるかも。マジ？やっぱ天敵でしょ。本当？すごいね。ね、本物ってこの大きいの？いや、原寸？あ、わかんないね。その原寸大？どっか外国のやつ？え、あ、オオスズメバチって書いてあるよ。オオスズメバチ、こんなでかくはなかった気がするんだけどな、日本はね。体長約5センチの、うん、最も大きい蜂と言われる。獰猛な性質。5センチって言ってたらこのくらい、うん、そうだね。このくらいでっかいね、うん、他の蜂を襲い食べてしまうことも、うん、女王蜂を中心として家の軒先や木の根元等などに巨大な巣を構える。巣に近づく者は人間だろうと恐れずに攻撃を仕掛けてくる。うん、オオカマキリとかいろいろあるよ。オオカブト、クワガタ。カマキリを見るとカマキリ先生思い出すね、うん、いいなぁ。後で組み立てましょう、うん、今する？いや、後でいい。顔でか、顔でかいね。かっこいいね。蜂かっこいいもんね。あ、ライブの放送の時間が迫ってる。あ、うん、こっちはね、あの、なんだっけ、メキシコサラマンダー、うん、ウーパールーパー。よいしょ、で、動かない。最近のガチャガチャはね、なんかすごいね、頑丈なんだよね、うん、よいしょ、うん、開いたー。
はい、よっ、トカゲ好きのマオイさんにはウパルファも人気です。ウパウパウパルパです。さあ、ポンちゃんはどうでしょうか。動かないからね。どうですか、ポンさん。うちにいるカエルくん、どうですか。ポンちゃん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。こ、ちょっと白いところに乗っかっちゃったから分からなかったね。えへへ、ごめんね、はい、パンちゃんでも気にしません。また次回のライブにもお越しください。ではねー、昨日はオープンマイクライブに参加しましたが、そして今日土曜日は、フォークソング同好会、これから行くところです。今準備をしているところですね。このギターケースですね、だいぶ活躍しています今はね。そしてジャン君はお休み中でしたね。はい、じゃあ今日、もう一人はどこ行っちゃったかな。せーのよっ、はい、ポンちゃん、力の方がいいかな。ポンちゃん、じゃあちょっと行ってくるね。おや、ジャン君起こしちゃったら、撫で待ちポイントに来ちゃったね。じゃあ行ってきますよ、ジャン君。このように時が二人を真横顔が今も春は少しだけ中途 in the sky just the two of us you and I